丈夫大丈夫大丈夫。シカシカクッキー、これ高いんやで、これ見てないの。シカシカクッキーちょっと待って、順番順番順番。シカシカクッキー、シカシカクッキー、手食べられへんか、手食べられへん。大丈夫大丈夫、どんどん上げてえの、うん、このちゃん何も食べても大丈夫や。ああそうちょっと舐めるあえてもうたな、ケンちゃん。ケンちゃんだいぶあえてもうたよ、ケンちゃんも。ケンちゃんこれさ、おちょっと待って、それは全部言わせてもらう。俺よりかは絶対偉い。やっぱりね、あの、うん、この犬なんかトサとピットブル入ってて、トサもめちゃくちゃ頭いいねんか、はいはい、んでピットブルってもうほんまに制御効く犬で、はい、今日はですね、パン屋さんのご紹介ということで動画撮らせてもらってます。はい、中村さんちのパン屋さんっていうパン屋さんで、うちのね、施設を、施設の土地ですよね、土地を、買ってもらった長沢いう僕の友達がいてるんですが、その長沢の友達いうことで、僕も何度かお会いしてて、パン屋さんをやってるのを知ってたんですが、ちょっとね、僕の YouTube とかを真剣に見ていただいてですよね、ぜひちょっと紹介してもらわれへんかっていうことありまして、いいよいいよいうことでね、うん、ほんで長沢にはすごい世話になってるんで、ぜひぜひお願いしますということでね、やらせていただきます。あとでね、ご本人さんの紹介とか、あと犬好きな方でね、犬の方と遊んでもらってる動画とかを出させていただきます。とりあえず、ホームページとかを下の説明欄に貼っておきます。それでは、はい、よろしく。はい、長沢くんです。はい、うん、喜んでんね。あの、うちのソフィーダディにやられてます。1歳半かな。よそ行きのジャージやのよ。よそ行きのジャージとかあるの。よそ行きのジャージ。1歳半ぐらい。1歳半でやべえのって。見てよ、かぶりすぎめっちゃ力強い。これ本気出された怖いで。うん、あの、手ちぎるよね。え、うん、手ちぎるよ。そんなのあの、一回噛んだらね、離せへんねん、こういう犬種。あかんで、それ絶対噛めへんよ。噛めへん噛めへん。はいよ、犬に噛まれて、はいよ。めっちゃパワーあるんじゃん。体重はね、30キロぐらいやけど、普通の犬の50キロぐらいの犬の力ある。で、瞬発力すごいしね。あの、何とか言ってましたね。何だっけ、わさびとか。うん、あれだけおるけど。こんなの方が動画になるやろ。めっちゃ怖いで、これ。これやって、これええ顔しとるな、じゃあ。これ言うとみたいだな。息子をもっと遊びに来て言うとって。もうお座りや、お座り。食べる、あの、普通に食べるよ、ちゃんと。大丈夫大丈夫。やっ、ちょっと待って、怖いよ。大丈夫大丈夫大丈夫。シカシカクッキー、これ高いんやで、これ。見てないの。シカシカちょっと待って、順番大丈夫大丈夫。どんどん上げてええの、うん、やってやって。こちらシカシカクッキー。シカシカクッキー。シカシカクッキー。そこそこ大丈夫。うん、おい、泣いた。おい、これはね、逃げたられんの。絶対食える。どんな味、どんな味。犬食べれるやつで、高級なやつはね、あの、食べれる。ドッグフードでも。これほんま食べる？うん。食べてる。
見てみて油ね、やっぱり、はいはい、いやいや、あのね、組織でこんなんなるいのおるね、うん、もうなかなかうまないわ、うん、味ついてないからな、犬用の、はい、汚してくれたな、時間もはい、ダディちゃん、ソフィーちゃんでした。あのね、犬好きやねんけどね、パン屋さんっていう職業でね、軽でね、うん、やはりね、ちょっと飼えないんですよね、職業柄ね。で、手広くね、やられております。はい。また後でね、ご紹介させていただきます。これはたまに来て癒されるわ。家族で遊びに来てくださいよ。うん、これはビビると思う。いや、もっとビビるの後で出す。これで慣れてもらって、お前来んな、お前来んな。はい、これしもべやな。手なずいた、手なずいたな、これ。トビトビ顔覚えとけよ。ソフィー言うの。うん、これソフィー、これダディ、これダディ、ソフィー。もう落ち着いたね。いい顔しとんな。もう飽きたんじゃ、俺らに千の分のズボン用、うん、もう飽きたな、もう飽きよったみたいな。これ用意してくれるな、しかしせやけど気持ちええの、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 気持ちいい。めっちゃ良い。これ歯も白ってきなあ、歯磨いてるみたいに綺麗な、これ。うん、うちのワンとえらいさや、これ。気持ちいいの、気持ちいいの。はい、ケンちゃんのね、ケンちゃんのパンを作っていただきました。それと骨、これは骨です。あのね、結構頑張ってくれてますね、これね。これケンちゃんのパン、これですね。かわいい。出しますけどね、これこんな、これね、中がね気になるみたいで、クリームパンですね。おいしい。ちょっともう一個あるみたいな。おいしいですよ、これ。あのね、素材にもこだわってますしね、このパンいいですよ。うん、ね、高くないし、こんな、あとね、お近くの方はぜひで、月1回できたらここで売りたいって思ってるんやけど、まあどうなることかわからないですけど、大阪の方はね、買いに来てあげてください。本当に結構よくしてくれてます。もうね、ケンちゃんと遊んでね、この動画の後に出しますけどね、もうね、ケンちゃんが懐いてしもてね、でケンちゃんパンを作ってくれたんですよ。何も売ろうと思って作ってないけど、僕がこれ売ったらって言ったんですよ。うん、別にね、商売って全然ない方で、でまあケンちゃんのパンを作ってみたとか言うてね、 LINE くれて、で、すぐ持っていく言うて持ってきてくれたんですよ。ほんと、ケンちゃん癒されたって言ってね、うん、うん、今日はご夫婦で来てもらいました、うん、で、またね、この動画流れる頃と思うんですが、娘さんも来ます、またね。うん、ほんま可愛い、可愛いの、ちょっと来てくれるみたいで、もうパンはね、うち買わんでみたいな。本当、やったーやったー。かわいい、本当かわいい、かわいい、ほんまにかわいいね、よ、うん、ほんまによう作らはったね、うん、まあ、似てるの、初めて見た時びっくりしたね、うん、あのね、ちょっと型崩れしたのとかあるけど、ほんまね、うん、ケンちゃんそっくり、ほんと、あのね、動画とかいっぱい撮って、ほんで、これなんかね、うん、アンパンじゃない、これ何、あずきじゃない、なんだっけ、黒豆、うん、丹波の黒豆、千代子さん
ケンちゃんの目も美味しいんだけど目、レーズン、レーズン、うん、ねこれパンシリーズ動画の時間ね多分長なると思う。犬と遊んでるとこもね結構あるんですよ。だからね、うん、30分ぐらいの動画になっちゃうんで。じゃあごめんね、半分になりました。2つに分けるかも分かりません、これ前半後半ね。でないとみんな見てもらうとね、せっかくね作ってくれてね、だから本当になんか食べてるだけですけど、うん、このクリームが美味しい。ちょっと食べるの早いね、うん、これね甘ったるくない、これ、うん、でもこのクリームもほんまに美味しい。ね、砂糖を使ったらダメやからって黒糖を使ってはんですよ、これ。これはね、うん、これも多分黒糖と思う。これね、あの骨のおもちゃのおもちゃ、あれやん、骨のおもちゃのこれあれやん、あ、ガムのこと、うん、ガムあの牛革のね、ガムをイメージしてあるんだよね、うん、おもちゃやろ、ね、いろいろあるんじゃない。これね、また出してみるよね、これこれも黒糖、またじゃ形ちゃんと、あ、もうないうん、黒糖、うん、美味しそう、ほんま優しそう、うん、まだ食べてないけど美味しいですよ、ほんと、あ、ほんまにね、犬にね、いろいろね、質問して帰ってくれて、犬のそのパンってどうかって言って、やっぱりいろいろあるんでね、小麦粉っていうのがね、んで、ちょっと材料どうのこうのって、今度ね、膨らましにくいらしいですよ、パンにね。んで、ちょっと今保留中で人間の分だけ、今のとこね。で、もう本業がパン屋さんなんでね、そこまで進出もなかなかね、人数少ないのでやってはるんでね、どうなるかわからないですけど、とりあえずうちを応援してくれてる仲間なんで、ね、お近くの方というか大阪の方ね、一回は優しい行ってあげてください。本当応援してくれてる方なんでね、本当に優しい。なんか蒸しパンのもっと優しい版、うん、美味しいよ。しもたこパンにもいける、味が混ざってしもてるけどね、これと一緒の味やわ、これの味の。あ、生地一緒、うん、生地一緒やから多分これかじってない、かじったの、知らん、そう、お豆食べたい、甘くないほどな、これもしなきゃ作るの大変なみたいですよ、これいろんなパンね、うん、あ、おいしい、黒豆、うん、もうお正月だね、甘くないほんともうね、パン食べてるだけで動画になってしまいましたからこの後に何本か動画撮ってあるんですよ、犬と遊んでるね、ダディソフィーと遊んでるのと、ケンちゃんと遊んでるのとかね、何本か撮ってあるんで、この後にまた流します、うん、それで一本の動画にしますんでね、また太るわね、これ、うん、ごめんね、またってな、うん、ちょっとずつ太っていくわね、これ太っていってはるんでなんでだろうね、食べてないのに、うん、いやだからこれね、皆さんも知ってはると思うけど、ちょっと一種の砂糖中毒みたいな感じで、砂糖全然食べなかったのに、砂糖を食べだしたらちょっと砂糖が美味しいっていう脳が感じ始めて食べたくなるんですよ、これちょっと食べはるよ、こそっとね、うん、こそっと、ここは食べてないでしょ、うん、食べへんよね、うん、ちょっと食べてるか、そんなことないね、うん、まあね、ね、この辺でちょっとね、ね、ちょっとは自分のこともね、うん、という来年の目標、うん、手遅れかもわからんけどね、言うてくださいね、手遅れやったら、うん、手遅れやったらもうあかんもん、うん、手遅れやったらまあまあまあ、うん、まあね、細いからね、余計際立つだけで、うん、まあもうどうでもいいんちゃうかな、そうだね、ここは、はい、うん、ありがとうございます、ありがとうございました、美味しかったです、ほんまに動画流しますんで、はい、美味しいかな、ほんまに美味しい、はい、ほんまに美味しい、はい。
今度はよろしくお願いします。はい、わぁーちゃんです。はい、あ、シカシカクッキーやけんちゃん欲しいんです。けんちゃん、けんちゃん入れますか。けんちゃん、けんちゃん座らなあかんわ。座ってください。これはけんちゃん代弁します。はい、けんちゃん、はい、ありがとう、入れてください。おいちいな。ありがとう。最高や、もう最高や、俺これ。上げて、上げてね、はい、口入れてから出せって言ってみて。出すよ、はい、うん、けんちゃん、けんちゃん、入れますか。上げて、入れますか。はい、口入れが出せ、出せ、出せ、出せ。掘り出した。めっちゃ偉い。偉ごめんな。多分声より偉い。中に申し訳ない。リュウトより偉い。リュウトより偉い。息子さんです。息子さんがリュウト。はい。いますか。よっしゃ。はい、食べて。どうぞ。どうぞ。出せ一回だけね、出せって強く言う。あ、強く、うん、おっしゃ、な、持っていきますさ。おなに言うような言い方やなかんね。うん、ほんま命令でね。出せ、はははは、あかん、もう一回だよ。もっともちゃんとちょっと舐められたな。出せ、うん、このおっちゃん何も食べても大丈夫や。あ、そう。ちょっと舐められてもうたな、けんちゃん。けんちゃんに舐められてもうたよ、けんちゃん。けんちゃん、これでしょ。ちょっと、ちょっと、押してたの。くれるで、親方、くれるで、親方が。親方にもらおう思ったら甘いでな。出せ。おー、やるね、親方。よっしゃ。やるね、親方。親方はそらあと、入りますよ。けんちゃん、入りますか。はい、はい、はい。警戒する、警戒する。出せ、出せ。もうそんな、何とか出しておらんやろ。ちょっと、いや、喉まで入ったのをカーって出しておる。あ、そう、えらっ。じゃあ、それ気の毒やわ、いっぱい食べた、出せ。ほんまはな、うん、あの親方どう思います、現地は。ね、出せ。これがね、ロットピットのリンとこの子とね、あとポチって白いピットおったでしょ、あの子とするね。今のとこ、あえて出すの。あ、ほんま。出せ出せ言われてな、ケンちゃん。どう思います？なかなかあれはできへん。せやな、うん。もう本能的なもんやから、その本能的なものをやめさせるのがすごい難しい。そうね、口を開いたやつね。でもそれができたら、できてこそ遠いとこにおるのをバーって行こうと、そうそう、遠いとこにおるのをもう一声でバーンって返すっていうのも、結局喉まで入ってんのをカーって出せって言われて出すっていうのに繋がってくる。あそこまで行っとってんだよ。よ、四つ辻まで行っとってん、あそこの。俺北村さん出てんのええのおいだ。ああ帰ってくる。びっくりした。そうや。俺よりが絶対に偉いわ。言うた悪いけど。それは言わしてもらう。俺よりがは絶対偉い。やっぱりね、この犬なんか。トサとピットブル入ってて、トサもめちゃくちゃ頭いいねんか、はいはい、でピットブルってもうほんまに制御効く犬で、はい、だからその2頭混ざってるからもうすごい、すごい賢い。軍用犬って何やったっけ。軍用犬に使ってんの、あのシェパードとか、あとドーベルマンとか、あんないね。ありがとう、言ってください。おめえ足めっちゃ伸びてるやんこれ。ハンドテクニックやな、それって。毎日毎日そうやぞ。やばいな、このおっさん。パン屋行かなくな。連れて帰ってもらい、食べ物に不自由せえへんで。食べ物は絶対不自由せえへんな。その代わり制限めちゃめちゃかかんで。こっからこっち絶対来んな、絶対来んなって。ほら。せやけど来んな言うて来たらこんなん止められへんで。止められへん。もうパン屋崩壊や。ほんまや。こいつほんま可愛いな、この子やけど、うん、大きい犬来ないなったらほんま可愛いよ。ああ、うん、ほら、もう従えてるやん。ごっちゃなしやけど。
もう連れて帰ってもらい、あの中村社長家帰ったら YouTuber の練習あの勉強してくれるな俺も初めてんって YouTube ちょっと紹介してくれへんか言うてってことで、中村さんちのパン屋さんよろしくお願いします。はーい。